富永徳馬は、駒込キリスト会牧師。八木十吉に洗礼を授けたことでも知られる。主張、キリストの新精神。霊明会の会員でもあった。1875年大分県南山部郡、佐樹町に生まれる。佐樹小学校を経て、半校の鶴谷学館で学ぶ。1891年に、佐樹教会で洗礼を受ける。鶴谷学館に在学中に、 教師として、訓導を受けた、国木田独歩の影響を受けて、1894年、国木田と共に上京する。上村正久の下で、神学、聖書を学ぶ、1901年に、安主礼を受けて、日本キリスト教会の牧師になる。1903年に、金沢石浦教会の牧師に就任する。その時、第四高等学校の教授であった。 西田北郎と交流する。その頃、ウィリアム・ジェームズの宗教的経験の書書を読み、信仰が根本的に変革する。1907年、金沢石浦教会を辞任して、東京で兄弟と学生6名と共に、自宅で駒込キリスト会を組織する。そして、文筆活動と説教を行う。八木十吉が、 コマゴメで受選したのは1919 19年3月だった。1918年、中田重二春、内村貫蔵、木村清松らが起こした、再臨運動の際に、海老名団状、三並、両、今井三郎杉、杉浦定次郎らと共に反対運動を起こす。1925年に新興同心学院を創立する。AB 沢村修二、八木十吉の言葉言葉よ。 では言っておいで理論者、2013年、P149、うぬま優子、富永徳馬、日本キリスト教歴史大辞典 P596。ありがとうございます。